さんこんにちは、イマンです。この動画へようこそお越しくださいました。皆様いつも本当にどうもありがとうございます。いつも心から感謝をいたしております。今は10月7日の、午後3時おやつの時間でございます本日のテーマなんですけれども、ちょっとね、ふっともうね、なんかもう思い立ったかのように、もうこれにしようと思ったテーマでございます。カードに聞くということで、971はですよ、971は国民が R の D〇〇鑑定を求めていることに対してどうするつもりなのかと、これは、カードに聞いております。どうするつもりなんでしょうねと、こういう感じです。それでは、それではの前ですけれども、このカード、こちらのこのカード、今日ねもう大活躍でした。なんかね、また引いてくれまた引いてくれって来るんですよ。なのでちょっとね、このカードばっかり使ってます。はい、それでは、いつものように緊張とリラックスで丁寧に読み進めたいと思います。早速始めさせていただきます。971は国民が R の D〇〇鑑定を求めていることに対してどうするつもりなのか。なるほど、 Love、 この逆、このカード自体には永遠の忠誠、不滅の忠誠みたいな意味があるんです、このカードには。なので、971がこれとして考えた時に、そういうカードではあるんですけれども、どうするつもりなのかと、こう一国民の私は聞きました。そうしましたところ、カードはこうするつもりだよと出してきたんです。これはもうね、ちょっと前置きがあるんですけども、特にもしも疲れ切っていた場合なんですよ。もう疲れ切ってますよね。長い歴史の終わりです、この意味は。なので、何が長い歴史なのかっていうことなんですけども、終わらせる気ですね。これね、私思うんですけれども、どうするつもりというのがもうとっくに決まっていることなのか、それともまだ分からなくて今後そのように決めることなのか、それは分かりませんが、カードが引っ張ってくるのはどこを引っ張ってくるか分からないんですけども、とにかくこのようにするというふうにカードは答えております。あとね、ここに現れているのは、そのことに対する、そのことというのはこの R の D〇〇鑑定、このことに対して冷たい気持ちが出ています。冷たい気持ち、それから、何か社会の仕事を終わりにするというか、閉じる、そんな意味があるんですよ。廃業するとか、これね、廃丸も起こりえますよ。これそれぐらいのカードです。もう社会の仕事ですから。で、あとはね、失敗とか裏切り、密告、離婚、離脱、これだけ意味が揃ってます。裏切り、密告、それから失敗、離婚、離脱です。なのでこれね、我々にとってはとってもいいカードみたいな感じがします。果たして971にどれほどの力があるのか、それは知りませんよ。でも悪いことじゃないと思うんです。これはいい、これはね、これ私の好きなカードなんですよ。本当にね、大好きなカードなんです。これね、正義を表すようなカードで、これ正一でしたら、真実、本当のこと、事実の発見という意味があるんです。これね、国民がもう気づいたなと、こういうことだと思います。正義が優勢である、そして正義が、事実が広く行き渡っていると思ってます。で、このままいけば法廷での勝利と出てるんです。絶対的な真実、何か前向きな妥協に達するという意味がございますので、何か前向きにな、前向きな妥協をするのかもしれない。それはアーがしそうな感じがします。アーにとっての前向きな妥協なのではないかなという感じがしますね。これね、このカードが示している人っ
ていうのは正義を追求する正直な人が出てるんです。なので971がそうしますよっていうふうにも取れますし、国民がそうなんだと、もう正義を追求する正直な人なんだということが出ているのかもしれない。あとね、偽りのない真実以外は承知しない、もう良しとしない人っていうのが出てるんです。裁判官とか、まあ、弁護士もそうなんですけども、キーワードです。でこのカードを出すときは、まあ、少なくとも971について聞いているので、うん、なんかね、このままうやむやにして終わらせるなってことなんですよ。絶対的な真実を追い求めよと。あなたは正しい側にいる。それから何としてでも必要不可欠な正義っていうワードも出てきてます。何としてでも必須、必要不可欠な正義を追い求めればあなたは勝利する。これね、必要不可欠なんです。 D〇〇 鑑定での、鑑定結果、間違いなく JK 様のお子であるっていう、少なくともここはね、もう本当に必須なんですよ。必要不可欠だとカードは言ってくれています。もう本当好きこのカード、うん、そこを追い求めていけばあなたは勝利すると。ということはなんかこのカードの出方ですと971もそういう感じで出てるんですけどね、真実を明るみに出すために戦えって出てるんですよ。明るみに出すためですよ。それとあとはね、アドバイス的に、うん、何か法的事項についてあなたを助けることができる専門家とかベテランとかに相談せよっていうのがあるんです、うん、これは、うん、971はそうするということを言っているのか、うん、それとも国民に対してそう言っているのかは分かりませんが、カードで聞いているので。でもね、どうするつもりなのかってした時に、これは、うん、何としてでも必要不可欠、必須の正義を追い求めれば勝利するって出てるんですよ。勝利というのはね、なんか我々側にいるかのような答えだと思いますよ。ギフトここの中にひげを生やした人の写真がありますね。ねえ、ミスフォーチュン、ジャッジ、これって鑑定そのものだと思います。 D〇〇 鑑定するんじゃないでしょうかね。まあもうしていると思いますけどね。なんかしていないんですか。していると思いますよ、うん、あでもな、もしかしてあはしていないかもしれないですね、うん、水国はしていてもこちらではしていないかもしれないですね。あの夫人の目の黒いうちは。でもね、このカードは裁判官なんです。やっぱり他者に対して公平公正であれっていう姿勢が出てるんですよ。なのでこのギフトはね、まあ、お前の男に注意しろっていう、そういうカードなんですよ。なのであとこれは危険、不運、不幸、逆境です。わーもう炎上ですよ。本当に炎上です。だって国民が求めてるんですもの。国民ですよ。国民にわーってこうされてるんですよ。で結果的にこれが出てるんです。これ鑑定する、ジャッジ、いい感じで出てるんですけどね。まださまざまなことが間に起こるのかもしれませんよ。で起こってからのこういうことなのかもしれないですけども、まあそれでもいいですよ。それでもいいです。うん、これは誰かな。ヒーズそうGood lady. Court. これね、これはいやちょっとね、今回はっきりと言えませんね。いやちょっとね、考えますと、これが陛下で皇后陛下で裁判所みたいな感じもしますし、陛下で夫人で裁判所みたいな感じもするんです。あとね、もう一つは陛下じゃないかもしれない、でも夫人で裁判所みたいな感じもするんですよ。これ夫人だろうな、グッドレディじゃないですけど、うん、これね、意味で言うよりも絵で見た方がいいような気がする。
この人はとてもよく考えているんです。この問題について、この D から始まる3文字の鑑定を国民が求めていることに対してすごく考えている、熟考しています、うん、この方は学識教養があって、この問題についてじっくり考える、よく検討する、決して船舶浅はかではない人として出てるんです。これよくね、陛下で出るんですけど、でもわからない、なんか本当にわからない、なんかね、例えばですよ、例えばお会いだしみたいな気もするんですよ、これしてくるんです。それから何か全く外部の人のような気もしてくるんですよね。971はどうするのかなんですけれども、何か外からの力が働くのかもしれないし、でもね、私ちょっと感じるのはこの人がここへ行く感じですよ、うん、そういう気がする。この人はね、今後この人の考えによって、ね、この彼の考えによって、この人が比喩的ですけれども、もう権力、そういう力に巻き込まれていって、これ裁判所からの召喚状という意味があるんですよ。被告人でなくても証人として呼ばれるかもしれませんよと言っているようなカードなんです。だから本当に呼ばれないにしてもですよ、ここに呼ばれないとしても、例えばですよ、これ本当に一例です。皇室会議の場にそんな感じの立場として呼ばれることになるとか、証言してくださいみたいな感じになったりとか、分かりませんよこれは。でもその時にはもう鑑定を終えてのことだと思いますけど、この人はね、すごくね、私が小さい頃よく祖母に聞いたような、この人いいもん悪いもんって言いますと、これはねいいもんですよ、うん、そんな感じです。一緒に時代劇を見ていて祖母に聞いていたものです。この人いいもん悪いもんって。Departure, birth, pregnancy, pride. これキーですね。これね、アーの D 鑑定なんですけれども、これキーですよ。そういう気がする。これね、立ち去るですよ。立ち去る。出発するとか立ち去る。でこれは妊娠出産なんですよ。でこちらなんですけれども、すごくねプライドと自慢が出てます。今回は自慢です。横柄尊大、そのせいで高慢になってうぬぼれている。これやっぱりね、産み分けてね、男女を設けたっていうところで、すごい自分はねうぬぼれてます。自慢に思ってるんですよ。でもこの人物は立ち去ることになる。もちろん立ち去るんじゃなくて立ち去らされ、されるんだと思いますよ。男性の方が嫌って顔を背けていて、女性は迫ってますからね。ねえ、これはどうしてそうなるのかっていうのをちょっと、うん、最後の最後までアーだけは残れるんですかね。公表はせず、ちょっと待ってくださいね。ルーム、またキーだ。これキーですよ。メッセンジャー、このメッセンジャーは何かな。でもね、ある意味これもほら部屋を出されたような感じもするんですよね。これ居場所なので、うん、単にアジトの中のキーの部屋から追い出されるというそんな話ではなく、自分の居場所を追われるような感じ。これね、本当はストーリーとしてはここにあってほしい感じですよね。分かりやすいのはメッセンジャーが来てこういうふうに言われるっていうふうに。でも違うんですよね。こうなってメッセンジャーってなってるんですよ。死者伝言となるとキーがどこかへ死者を出している感じがする。
でもこうなるんじゃないか、本当になんか続いてますよ。次いきます。Waiting Small proceedings Letter writing Despair 何かを待っている、待っている。でこれは手順、手続き、進行、事態の推移を待っている。これは971が待っています。アーキではないです。971が待っている。でこれ、これは絶望させる人とか厄介者とか、そんな感じで今回は感じます。もう必死になっている絶望させる人、厄介者。諦めるというキーワードもあるんですよ。絶望、失望、落胆。これね、何かを待っている、何を待っているか、事態の推移を待っている、見ている、今だという時を見ているんじゃではないでしょうか。もうこの人は絶望させる人なんですよ。これ救いようがない人だと思いますよ。この絵見ていても分かるように、絵がそのように伝えてませんか。もうこれ瀕死ですよ。そんな感じがします。状態ですよ、これ比喩の比喩で、ね、次メランコリーリユニオンサイズ。これもなんか深い気がする。今回のこのリユニオンっていうのはあの、ね、よくあの年の宮殿下のお姿とかってなるんですけど、これ今回違うと思う、うん、これ971かな、キーかもしれない、キーの気持ちかもしれない。 なんかとにかくこれはもう憂鬱、落ち込みです。でこれはもう嘆きです。これキーっぽい、どちらも女性っぽいんですよ。婦人じゃないでしょ、キーでしょ。これはキーが元行ったところに戻っていくことがため息なのかもしれないですよね。そういうことなのかもしれませんよ。この絵がねちょっとねすごくあのちょっと品のある絵なので惑わされますが、意味からいけば元のところへ帰らなきゃいけないんじゃないですか、平民に。ねえ、平民って言っても一体何国なのかそれ分かりませんけどね、まあ、これは私の妄想ですけど。次いきます。どうもちょっとこれキーのことが出てますね。 Bank or administration problem Friend Small household problem。 これね、あ、なるほど、こんなの出たの初めてかもしれない、この出方は、うん、これはね政権の問題なんです。日本の政権、まあ、他にもございますよ、銀行なので、まあ、そういう銀行ね、行政とか陣営とか言えば一味のような問題なんですけれども、でもこれ今回は一味というよりも日本の政権の問題。こちらはっていうと家庭の問題なので、ちょっと 今ですとアー家とアーミヤ家と結びつけそうですけれども、そうではなくて、これもしかしたら皇室の問題かもしれない。政権と皇室は友達なんですよ、そういう感じ。それが出ている、これ971が承知していることで、分かっていることで、承知しているというか分かって分かりきっていることで、政権と皇室は友達なんだと、なんかそれが出ていますね。なぜ我々にこれを今伝えてきたんだろう。政権の問題は皇室の問題、皇室の問題は政権の問題、そんな感じです。なので今D から始まる問題で皇室ガーってなっているってことは、それは政権の問題でもあるんですよ、にもなるんですよ。となると政権はどう考えるかってことなんですよね。さらにその裏にいる大きな存在はどう考えるか、他国はどう考えるかってことなんですよね。次いきます。
ウェディング。ねえ、これやっぱりちょっと待って、ウィドウ。これね、この結婚もこれはね、普通母の DNA 鑑定なので、これ夫人のこととも取れるんですよ、ね、でもちょっと違うと思う。これキーじゃないかな。アーとキーの結婚でこうなってるんですよ。男やもめだから、これアーなんですよ。でそれをサポートすると出てるんですよ。これ一味なんですよ、サポート。うん、なんかキーに注目させて、でキーを成敗することによってなんかうやむやにしそうな感じもなきにしもあらず。でもそんなことできないですよね、キーこそ関係ないんですからね。でもなんでこう、なんかこれキーだと思います。スフォーチューン、またメッセンジャー出てますね。え、これね、不幸でしょ。あ、ちょっと待ってください、これ不幸ですよね。不幸、不幸な出来事、まあ、秋に起こっているような災難、不運、逆境です。これはこの D から始まる鑑定をしてくれってこうなる、せよっとこう求められるということは、これ災難なんですよね。でね、ここにメッセンジャーが出ていて、注目を集めるとかも出てるんですよ。注目される、注目を浴びると、メッセンジャーが出てるんですよ。使者、伝言、伝令かもしれない、何か連絡とか伝達かもしれない。で注目を集めるになってるんですよ。キーみたいな感じもしなくもない、なんかすり替えるんじゃないですけれども、うん、でもな、これをしたら少しこれで国民の留飲を下げようと思ってるんですかね。いやいや無理でしょう、これは無理でしょうね。でもなんかキーみたいな感じがしますし、なんかさっきのからメッセンジャーが2回出てるんですよね。どこへメッセンジャーを送るかってことなんですよ。どこへ、他国ですか。そんな感じもしますね。This pleasure seekers。 あ、これはもう裏切り、裏切りです。裏切って、これはもう一味ですよ。あの、で死終わりって言ってますね。あ、今全部言いそうになった。971、死終わり、新しい始まりで、死はどこに向かうかって、ここなんですよ。この快楽追求者、裏切りだと思いますよ、うん、ちょ次々いきます。フォーチューン、ラブ、これね、これって幸運とか月です。運なんですよ、運とか月で、これは年の宮殿下だと思います。すごく可愛い、今回これそうじゃないかなと思いますよ。で何かこういう存在が、これ誰かは分からない、どんな、何がなのか分からない、陛下でない気がする。でも采配を振るなんですよ、こちらに采配を振るってことなんだと思いますよ。最後見ますね。ハーリネス、スカラ、はあ、ほら年の宮殿下出てる、年の宮殿下出てる。で何が言いたいかというと、これってね、なんかね、どこかちょっと上からこう意見するような、そんな存在ですね。まあカードの意味は傲慢とかプライドで、最近よく言うのは傲慢とか、まあ、上からこう見下すような、そういう感じ、ちょっと高みから見ている感じで、これ何か分からないんですよ。存在が何なのか、どなたのことなのか、何か分からない。
日本の後ろにいるものかもしれない。それはわからないです。ただこれは天般改正だと思いますよ。有識者会議とかで、これどうするつもりなのかといって、具体的な細かいことは出ないにしても、これ全部がなんかああはもうっていう方向でも、それよりもっとくっきりしたのは何かキーにっていう感じがする。最初はキーなんですかね、キーから始まるんですかね。あ、考えればこれもそうかもしれない。このラブがね、逆っていうのも離婚とか離脱なので出してしまうんですかね。ちょっとね、なんか途中経過かもしれない。また占わせていただきます。はい、それでは本日のリーディング以上にしておきます。ご視聴くださいましてありがとうございました。私はいつもいつも皆様のお幸せと愉快を応援いたしております。